ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。自警団任務の延長ですね。正義実現委員会1年。あの、私が来てもミレニアム学園説明や解説が必要な。ミレニアム学園最高のご奉仕をお約束。ご主人様と一緒に。浦和花子です。少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？怪我をされた方はいらっしゃいますか？ごきげんよう。あ、試練が怖いとき。僕様登場。今回の実験の被験体はどこだ？別に協力するつもりは。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。小さいからって舐めないで。えへへ、お祭り運営委員会の。僕様登場。今回の実験の被験体はどこだ？ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。アビドス対策委員会2年生砂狼白子。
小さいからって舐めないで。イズナ参上です。先生の、いえ、主殿のお呼びを受けて走ってまいりました。ニンニン、じゃーん、ついに登場。小さいからって舐めないで。ゲヘナ学園急…試練が怖いとき、あえて嬉しい、先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。自警団任務の延長ですね。ゲヘナ学園休職。怪我をされた方はいらっしゃいますか？白衣の天使が、あなた、ご主人様と一緒に本の中の物語のように。小さいからって舐めないで。説明や解説が必要なら。あ、うん、ライディング中だったの。先生も一緒にどう？まずは軽く 200km くらい。トレーニングはずっと欠かしてない。もっともっと強くなれるはず。
これでもっと難度の高い忍術が学べそうです。先生、いつも助けてくれてありがとう。暇だなあ。いつから来てました？これでもっとスピードを出せるようになるはず。ここでは先生がスケジュールを決められます。またお世話になってしまった。先生、さまざまな授業やイベントが準備されているので、ご希望のスケジュールを選んでください。授業やイベントが準備されているので、ご希望のスケジュールを選んでください。最近はケイデンスを上げるために練習してるの。低いギアでペダルをもっと速く回す方式だよ。最近委員会の活動で忙しくて、ライディングをする時間があまりなくって、だから今日は久しぶりに走ってみようと思う。先生もライディングやってみない？私が前で風を防ぐから、先生はついてきてくれればいい。そうすればきっと走りやすいと思うから。買い
たい部品はいっぱいあるけど、我慢するしかないか。自転車の部品って高いから。カフェでこの格好はちょっと恥ずかしいですね。私にはそのこういうところはあまり。ここのセキュリティは素晴らしいですね。火の打ちどころがある。夏の暖かい日差し気持ちいい。夏っぽい家具がたくさん。休憩も任務の一部です。戦場より落ち着かない。またお世話になってしまった。気にかけてくれてありがとう。一緒に過ごせて楽しい、先生。またお世話になってしまった。グループライディングも楽しそうだけど、待ってたよ。今度はどこに行こっか。いちごミルクは。雨降るのかな。はるか、いちごミルクは。合理的な選択ね。あれ、準備はできてる。合理的な選択ね。さあ、出発しよう。帰ってゲームしたい。移動します。撃つように緻密に移動します。まだ終わらないわよ。
方ない。現在の状況と条件、よし、これは勝ちね。私の計算は完璧なさ。お願いします。ここまでは計算通りね。まだ終わらないわよ。支援攻撃、連続射撃、行きます。無駄よ。自転車の、まだ終わらないわよ。うん、ちょうどいいよね。お願いします。ここに隠れます。まだ終わらないわよ。ひらがえ、お疲れ様。待ってたよ。今度はどこに行こっか。待ってたよ。今度はどこに行こっか。